プレシオサウルスは、中世代ジュラキ前期に生息していた、主張竜の属の一つである。主張竜目プレシオサウルス科に属する。発見当初は、水性の生き物であることから、魚類と爬虫類の中間的生物、その中でも爬虫類により、近いと推測され、そこから、プリーシャソリスイコール、爬虫類に近似したを意味する属名が付けられた。体長は2から5メートル。 頸椎の数は32個で、首は先行するノトサウルスなどよりも伸長しているが、後に現れるエラスモサウルスに比べると短い。頭骨は小さく、糞が長い。顎には、円錐形の多数の歯があった。胴体は幅広く扁平で、腹肋骨が存在するため可動性は乏しい。その用紙から、蛇首がついた亀と表現されることがある。胸同士の神経棘は幅広で、 水体そのものの幅とほぼ等しい。股尾は短く、遊泳には役に立たなかった。そのため遊泳は獅子を使っていっていた。獅子を支える死体の打ち方体には、後期の主張流では消失する肝鎖骨が存在し、また肩甲骨も小さく左右で融合していない。鎖骨はその間に存在し、大きく後方に伸びているなど、祖先的な形態をとどめいていた。死は大きく、 パドル状のヒレになり、これをオールのように使って泳いだとされる。また、前後のヒレはほぼ同じ大きさであった。彼らはこのヒレを前後に漕ぐように動かす方法と、上下に羽ばたくように動かす方法を組み合わせて泳いでいたと推定されている。体の構造上泳ぐスピードは速くなかったが、機動性に飛んでいたと思われる。おそらくは、イカなどの軟体動物を捕食していたと。 考えられている。さらに最近の研究では、首は主として下方に曲がり、それ以外の方向に曲げるには、聖剣があることが分かっている。加えて、頭蓋骨や歯の形状から、海底の体積物の露過を行っていたことを強く示唆、されている。大人の腹部の骨に、子供の骨が重なっている化石が発見されたことから、体勢であったことが判明している。学術的には、 陸生の直立歩行をする爬虫類のみを恐竜と定義するため、本種を含めた海生の主張竜や魚竜は分類上は恐竜ではない。プレシオサウルスは主張竜では最初期の種である。一時は主張竜がすべてプレシオサウルス属に分類されたこともあり、種の数が90を超えたこともある。しかし研究が進むにつれ分類が整理され、現在はプレシオサウルスドリコデールスなど数種が プレシオサウルス族に分類されている。近年において、有名な都市伝説及び馬の一つであるネッシーは、イギリスのネスコに閉じ込められたプレシオサウルスが、世代を経て進化していったものではないかと馬、研究家から仮定されていた。ただし、ネスコ自体は、地質学的には新しく、主張流が絶滅した白亜紀末時点では存在しない。映画、遠い海から来たーオーや、 恐竜、会長の伝説など、数多くの恐竜映画やアニメ作品にも登場している。ありがとうございます。